です。横浜純情小町のゆうちゃんこと芹澤ゆかりです。よろしくお願いします。今回はご当地映え写真対決です。イエーイ。対決来ました。来ました。やられない。ご当地の映えるだろうっていう写真をそれぞれ用意してきたので、皆さんに見てもらって、ツイッターの投票機能でまた投票バトルをしたいと思います。はい、そろそろ勝たなきゃユーミンが泣くので、ね、まだマリオもね、負けたくない。でも私は今日はもうガチで、いつもガチなんだよ、ガチで来ました。はい、それでは早速じゃんけんで勝った方から、うん、あ、いや、じゃんけんはゆうちゃんが絶対勝つんですよ。で、高校の方が有利だったっていうパターンが結構多いので、負けた方が1個、はい、はい、じゃあ、グッ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 、せっかくだから3人で行こうということで、あかりとのんちゃんと3人で来ました。だから3つか。そうそう、何このね、横町結束、結束ここのコーンと同じ感じでサクサクしてる、ソフトクリーム、うん、もう何ついてるよ。しかも鼻がちゃんとここ、多分さ、ゾウさんのお鼻の先にちょっと平たいじゃん。そこがちゃんと再現されてるんですよ。めっちゃ可愛い。可愛い、食べたい。はい、もう映え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 。でしょ？うん。みなとみらい線の日本踊り駅から徒歩3分。うん。年中無休の10時から18時までなので、ぜひ皆さん一緒にインスタ映えしましょう。これを写真撮ったらもう間違いないね。あ、うん、あ、めっちゃ美味しい。本当に美味しい。すごい濃厚なソフトクリームだし。コーンがちゃんと、あの、なんだろう、わかる？甘いの、サクサク、甘いの、サクサクみたいな、あの、両方食べれて美味しい。確かめてみたい。はい、ガチできました。負けません。さあ、何を取ってきたんだ？じゃーん！まいちゅんぽんぽんく、赤地区にあります、ノクティプラザの9階、パステル、アベニューさん。ノクティプラザのぞぼく店さんの限定メニューです。へー、はい、パステルさんとネコネコ食パンさんのコラボのメニューなんだけど、ネコネコパングラタンのピッコロプレートです。かわいい。ピッコロっていうのが少なめっていう意味なんだけど、パングラタンでしょ、パスタ、サラダ、スープ、4つの美味しさを楽しめるという素敵なプレートでございます。これがすごい気になる。ね、これね、そう、パングラタンなんだよ。で、このパングラタンもお味を選ぶことができて、毎週は牛タンシチューのパングラタンを選びました。で、この食パンだよ。見て見て、このかわいい。しかも本当に美味しそう。めちゃくちゃ美味しいんですよ。あ、ベインのシュパン。パスタも選べるのね。これは熟成ベーコンのアラビアータです。マイチュン本気なの。あ、本当だ。待って、なんか煮込み見つけてるんだけど今日って思った。ちょっと待って、可愛いでしょ。写真と合わせてきました。トータルコーディネート今回はフェア的に特典がございます。私たちがこの撮影に行った時に撮ったお写真を、部屋チェキをご購入いただいた方の中から抽選で4名様にこちらのお写真が当たります。4つのうちのどれか、うんうん、誰が届くかな。これは最後に書いていいのかな。うん、今からじゃあ書いてみましょう。書いてみます。でも難しいのやってるんですか。それもセンスでしょ。待って、めっちゃ可愛い。これさ、うんうん、欲しい。1枚しかないの。これ持って食べに行ってもらえるのが嬉しいかも。いい、めっちゃいい。うんうん、可愛く描けた。じゃん、こちらが4名様に、はい、誰が当たるかはお楽しみです。ちなみに3枚だけど、それの3枚当てば、うん、
選確率が上がります。上がる。おただね、なんか抽選のやつとかも動画撮りたい、うん、公平に行います。はい本当にもう完全に神様にお願いしますよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでぜひゆうちゃんに投票してください。今回はまいちゃんも投票だ。ぜひゆうちゃんに投票してください。勝敗をね、決めるじゃないですか、うん、勝った方はどうする。勝った方は遠足に行きたいです。やったー、行きたい。じゃあ勝利チームとかゆうちゃんだったら横浜に遠足になるってことかな。そう、横浜の私が行きたいところに行って、うんうん、ちんちゃんだったら、はい、川崎の行きたいところインパイル勝ちたい。まいちゃんに勝たせてください。ゆうちゃんになってきて、ゆうちゃん行きたいんだってば。よろしくお願いします。